ははい皆さんこんこにち歴戦、えー、の森山です、えー、今回はですね、えー、森山クラス受講生向け、えー、年末年始の過ごし方あこちらの方ですねお話をしていきたいと思います。で、えー、これからですね、えー、本試験2019年、えー、目指して勉強しているわけですがいよいよ、えー、その勝負の年2019年 こちらがやってまいりますそこでこの年末年始ちょっとまとまって休みが取れるよという方もいると思いますあるいは年末年始ちょっと世の中はですね浮かれた雰囲気ですからその中で何ができるのか何をすれば良いのかそのようにですね思っている方もいると思いますのでそのようなお話の方をさせていただければというふうに思いますで、皆さんの中にはですね もう2019年目指して合格するぞというふうに勉強を始めましただけれども思うようにいかないということで悩んでいる方ももしかしたらいるかもしれませんがまず分かってほしいのはそれで諦めないということが一番大事です。で合格者の中でも えー、もう全部ですねこう順調にい、えー、った方はいません必ず受からないのではないかあ不安を抱えたりとかあ思ったような予定がこなせない、えー、言ったようなですね、えーまあ、予定がこなせなくなってしまったとか、えー、思うように成績が上がらないとかあそのようなことは必ずあるんですねで今年も私もですね合格祝賀会でたくさんの合格者とお話をしたり、えー、それから、えーまあ、対談なんかもしましたから YouTube の動画あを なんかでですね私のクラスの合格者の話 聞いていただいたかというふうにも思いますが多くの方は本当にこういろんな辛い時期を乗り越えていってますねですから思思ううううようににっっててないといいいととののはは普通のことだだとうふうにまずは思ってくださいやはり一番最初に思い描いた通りにいけばそれはもちろん理想かもしれませんがその思い描いたようにというのは一番順調にいけばというような形で考えておりますから、まあ、うまくいいかななのが普通なんですねやっぱり人間欲張りますからあれもできるこれもできるなんていうふうに思いがちなんですね。だから それがあできていないというのは、まずは当然のことだというふうに思ってください。でこれからそれをどのようにこう超えていくのかということですからね。では、あそようなりのことも踏まえてですね、年末年始どのように過ごすべきかということになりますが、えー、まあ、私のクラスもそうですけれども、他のクラスでも、あるいは他の予備校でもですね、だいたい1年目の方は、この年内のところで平均的なペースでいうと、えー、まあ、 例えば4月から始めたクラスとかであれば主要4科科目目は終わっってていいるとととこここんなな形ですすよねでこれから年明けにににマイナー科目に入っていくぞということになりますもうこれは主要4科目というのは非常に重要な科目ですからもちろんこれから入っていくマイナー科目これがですねどんだけこう取りこぼしがないかっていうことも最終的には重要なことではありますがもちろん今まで勉強した主要4科目これが一番やっぱり合格への土台ということになっていくわけです。 それををどどののののよようううにに復習してていくのかといいくくかか力つけけとこが大事なわけです、ね、で、まず今までの今言ったように主要4科目すごく大事な科目ですからしっかりこなしていかなければいけないんですがまず1つ目まだ講義が聞き終わってない講義が予定より遅れているそのような方はその講義の方きちんと年末年始に消化してください。で今まで講義が遅れてしまった配信より遅れてしまった 予定より遅れてしまったという方は、まあ、ここから先ですねあの例えば今までと同じような、えー、ペースでいったら年明けも、うんまあ、なかなか順調にいくのも難しいわけですですからこの年末年始にできる限り取り返しておくことは必要なわけですねですからもう他のことはですねさておいてもまずはあ聞き終わってない講義をきちんと聞いて一通りの復習をしていくということが重要になります。で成績というのは、えー、一番最後の方に伸びます。 それはどうしてかというとやっぱり一通り勉強終わってから総復習すると言って頭に詰め込むこの時期がなければ絶対成績は上がらないわけですね。例えば、えー、よく言うんですが大学受験生なんかもですね一通りおり、えーまあ、原始からですね原始時代から平成まで勉強して、えー、その一通り勉強して、えー、通詞をこを理解している段階では成績上がらないわけですよ。 えー、それを最後にじゃあ総復習するぞっつって詰め込む時期これが必ず必要なんですねですから現役生は最後に伸びるっていうふうに、えーまあ、高校生の時にまあ言われて、まあ、一つはこうあ、まあ、励ましいかもしれませんけれども一部真実のところがあって最後にわワーって伸びていくのは一通り勉強やって2回り目3回り目総復習そこでこう伸びていくわけです。 まあだからさっき一番最初に言ったようにですねま今まで順調にいかなくても最後のところでしっかり勉強できればいいんだとえここから伸びていくんだということは1つあるんですがでそのためには総復習の時間が必要なわけです。ということはえ例えば配信が終わりましたでも講義が聞き終わってませんえみんなが総復習している直前期にまだ講義を聞いていますというのであればそのパワーアップする時間が本当に少なくなってえパワーアップできないで本試験を迎えてしまうんですね。 ですから、講義を貯めている方はしっかり消化してください、えー。この年末年始は講義の配信も一時ストップしますから、えー、そのタイミングできちんと追いついてください。いいですね。えー、これが、まあ、あの直前期に時間を作る最大のチャンスというふうに理解をしてください。えー、といとことでちょっと年末年始大変,大変かもしれませんがあ人から遅れているよって自覚がある方はしっかりここでキャッチアップしていただければと思います。で講義いいている。 で、一通り、えー、ちゃんと配信に、えー、ついてきてるという方は2、えー、つほどやることがありますから、まあ、そのバランスなんかを保ちながらですねやって頂ければいいんですが、まあ、一つが苦手分野の補強ですで、す、えー。皆さんの中には、えー、主要4科目の中でそこはなかなか触れたくないと、えー、その分野に関してはあ少しなんか嫌だという分野があるはずです。 まあ例えば、あ計算、えー、共同、低等権の配当だとかあるいは、えー、ちょっと不動産投機のマイナー分野だとか、えー、不動産投機総論だとかですね、えー、あるいはちょっと相続の部分が覚えきれてないとか、まあ、人によって違うと思いますあるいは会社法のです、ね、部分あるいは商法の部分、えー、商業投機の持ち分会社とか、まあ、いろんな苦手分野があるかというふうふに思いますが苦手分野を集中的に復習する。 苦手分野を集中的に復習するこれを年末年始にやっていただければというふうに思いますで、その苦手分野というものもですね広く見るのではなくてこれとこれとこれとピックアップして3つ4つ数え上げてくださいね ですでそれはももう自己完結的なものが望ましいですですすからもうなんとなく全体の成績上げようというよりはこれは潰そうこれは潰そうこれは潰そうというふうにきちんと年末年始で完結できるような分野えそれを3つ4つ上げてそこを潰していくと集中的に例えばあの講義の復習をしていくそれから、まあ、過去問解いていくといった形でやって頂ければいいかなと思います。 で、えー、それからあとはですね、うん、まあ今までの総復習です。でこれはもう例えば携帯小書士が私のクラスでは皆さん復習で使ってくれてますからでうちのクラスが強いのはそこですよ、ね、皆さん携帯小書士やってくれてますのでそれは、えー、この年末年始なんかでも例えば今までやった分野をわーって、えー、復習が猛スピードでできるはずです。これが強いんですねやっぱり 何回も何回も同じ分野を繰り返して勉強していく必要がありますから携帯小書士をあんまり丁寧にやる必要はありませんすべての科目についてもう流すようにで構いませんから民法の最初のところから猛スピードで総チェックするとこれをやるようにしてくださいねということで聞き終わっているという方は苦手分野の補強とそれから全分野の総復習これをやるようにしていただければと思います でそれからですね、えー、まあその全体の分野の総復習の中には期日の雛形もありますから、期日の雛形についてもバッチリこう書けるようにしていただければと思います。でこれまで、えー、こういうところをきちんと年内に年末年始にこなしておいてください。え年明けになったならば講義の方はマイナー分野の方に入っていきます。ですから年内に培ったその基礎力を土台にしてマイナーな科目こちらもしっかり力をつけていきましょう。 でここまできちんとお力をつけていったらあとは1月以降ですね期日も本格的な期日の練習ができるようになるし直前期には総復習ができるようになるしまたあの直前期、倒練なんかで本格的な時間配分の練習もできるようになりますからしっかり今お話をしたような勉強を年末年始にやってください。年年末年始はまあ世のの中あお正月の雰囲気だと、 えー、テレビなんかでお笑いの番組なんかをやっていてなかなかこう楽しいそうに見えますよねでも今年勝負の年です、えー、今年絶対合格するためにはあの少しやはり我慢をしなければいけないし、えー、ここまでやったぞという気持ちになることによって、えー、合格を絶対掴み取ろうという気持ちになるし受かるんだという気持ちにもなれるわけですね、えー、ぜひ、えー、今年だけだというふうに思って自分を律して、えー、頑張っていただければと思います、えー、私のクラスでも、えー、最後までこう応援をしていきます でこれからまたですねこの動画だけではなくてツイッター、まあ Twitter、だとかあるいは講義の中でも皆さんをこれからも応援し続けていきますからぜひ最後までついてきていただいて、えー、合格、えー、目指していただければと思います、えー、では、えー、寒い時期ですので、えー、体にも気をつけて、えー、睡眠はしっかりとってあの風邪をひかないようにしていただければと思います、えー、それでは、えー、頑張ってくださいね最後までお聴きいただきありがとうございました